ですね。それが結果救いに行っちゃってるんですね。だから被る、うん、だからこうやって被して、うん、押した時にこうやってやるからライ悪くなった時にトップしたりとか、うんうん、ちっちゃくてもいいから、さっきの押したみたいな、ここまで、ここまでいいかな、うん、そう、気が抜けばそうなって、わざとこう返す練習してもいいし、こいつがこうやって追い越してる練習して、はい、いつまで経ってもこうなる、はい、そう、だからそこにアプローチするときもこうやって返していく。これはね、ターンしない人に教えてる感じ。え？ね？かぶして、やり始めの人にありがちな顔してまっすぐ、うん、まっすぐ出しちゃうフェイスをね、こうやってかぶして、うん、アドレスで構えて、うん、手が右手がずっと下のほうを、ん、ずっとこれが手の角度のキープだと思って、右手の角度キープがそれだと思っちゃってるってことね、うん、キープしててもここにいないとだから、うんうん、手が下のままこう、それを修正するために今やってる、近場のアプローチ、あ手高い、ヘッド低く打ったらヘッド低いけど手がどんどん上がって、うん、こう低くされたらこうやる人も、谷さんもどっちかってそうなりそうな、脇が開いちゃいますね、あ脇がね、はい、かぶすんですよ、アプローチだけ、アプローチ、ウェッジはかぶす、うん、ショットは開くんですよ、うん、やっぱりこうやって、ね、低い球はかぶさない、かぶしてこうやって、ね、これって低い球ってもう見てゴロ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 いくじゃないですか、うん、こうやってヘッド低いけど運動量的には低いんですよ、そしたら大した運動してないもんね今のじゃね、そしたらもうヘッドこうやってヘッド活かしてるぐらいじゃないと、うん、正しく面に乗ってないんで、じゃだからさっきはそうならないようにわざわざ活かせるアプローチを打ってたと、じゃないと活かせないの意味を間違うから、うん、これは活かせてない、もう一回ちょっと参考に、もう活かしちゃうやつ、活かすやつはこの先こう右手が上になる、別にフェース面どう開いてようがかぶしてようがいいんで、うん、一回こう右手をこうやって追い越す、この時にヘッドこんなになってもいい、うん、そしたら左の脇もちょうどいいところでしか閉まるんですよ、ここでこれ閉まって、この時点でこうやって空いてる、手の位置一緒でも全然違う、うんうん、感じがこうやって、これ体の正面で収まるのに、体の正面で収まった時に手がこれじゃ何もダメです、コントロールできないですね、できない、ボールを打つ、うん、こうやって乗せないということで、じゃあちょっと谷さん見せて、はい、もちろん聞いてましたから、ね、ちょっとイメージだけ、この高いところでヘッド上、そのままこうやって右手を追い越して、そうそう、はじめ左行ってもいいですよ、ここからここで帰ってくるんですよ遅い、やっぱ多分動画で見たら分かると思うんですけど、一瞬下に入ってからこうやって起こそうとするから遅いんですよ、もうここでこれぐらい、うん、本当はここで止まるはず、これが
一瞬こうやって押しちゃうから、ここでこうやって返すんです。違うんです、ここでこれだけです。早めに追い越してて、感覚的に手の角度のキープってこっちをキープ しないとダメです。そしたら別にヘッド行ってもそんなに変えないですよね。これ手の角度をキープってこっちでこう意識しちゃうと、こうをキープしようとするとそうだよね。どっちかっていうと上の角度をキープだね。手の角度のキープってこっちのラインなんですよ。そう、このライン、この角度をキープしておけば、ね、これその先ここだけヘッドをこうやって返ってもほらそんなに悪くない。角度をキープってこっちにしちゃうといつまでたってもこうやって、ね、こうやって出て、それでヘッドはもうこの角度は絶対こう落ちてこうなる人が多い。違う、角度のキープってこの角度をこうキープして、こう、そしたら出せないです。ここまでこうやって出せないです。出せないですね。ここでポン、ポン。格闘技で言ったこう最後にクイッてこう最後にクイッてねじるやつ。これはここでクイッてこう当たるすんで、そう。もしもし。あれなったら、今なったらこんなフェース面かぶさないってことになります。なると、今ぐらいちょっと自分じゃ気持ち悪いかもしれないけど、開き気味にして、そう。その感じでやってみて。そしたらまっすぐいきます。手の使い方一緒ですよ。指輪で。力加えるときにこっちにひねるじゃないですか。逆にひねってくるやついないでしょ。ごめんなさい。こっちの方が力入るのにこう力入れるやついないじゃないですか。遅い。そうそうそう。今一瞬でもここからもうここに入れてる。ここに入れてるからこうしか出ないです。今のでもここでこう入れましたよ。体の中は。多分動画見たらすぐ分かる。これぐらい。それで、ちょっとフィニッシュ、ストップ。ここで帰って、ここで上がって帰っていいですか。本当は帰ったらここでこうやって持てるはず。まだちょっと開いた、ね、まだ一瞬こう入れてからここで返すから高くなる、はい、本来ここでグッと押してちょっとこうなったら手ってここに来るから、はい、ここで見れる、開いちゃってる、ね、見つけるね。こうやって一瞬下からこう入れたらここでこうやって返る、はい、じゃなくて正しい手の位置でターンしたらここで返ってくる、ここで左にしまって、はい、体の前一瞬でもここでこういう角度にしたら、はい、もうここでしか返らない、はい、落としてここでしか返らないです、これ、うん、だからフィニッシュこんなところになるんですね。返してるのも
で返したら、ここで返る。この角度がスッてきたら、うん、これがここに入れてこうするから、あの手の位置フィニッシュの収まりがすごいねじってるように見えるんですよ。手の位置こうですよ。ここで止まるはずなんです。こうやって、うん、思ったより早いですよ。そしたらショートバックでもあそこまで飛びますから。そうですね、うん、あんなに飛びましたね今。ここ見てきました。これも多分100分ぐらい飛んでるんですよ。ちょっと右からフォローですけどね。覚えましたね。の人はだからフェースの面を変えさ、面をフォローで変えないとかも勘違いしすぎです。プロが面変えないってこうやってやってる人いないでしょ。いないです。ここのこの角度が変わってないからこうやって立つの。はい。ということで80ヤード打つときにポンってこうやって立ってああやって80。これもアマチュアの人がこっからこうやって入れたらこうやってやって80ヤード打つから何にもほらっていうか今のでも飛ばせんだな。パワーあんの。やっぱ速いからだろうな振りが。こうバーンってこうお腹だからもう力んでこうでこうやってあのうまいじゃんアマチュア打ち。ほんとですね。こんなしなくてももっと簡単にクラブを使ったちっちゃいバックスイングでもこうやって80ヤードぐらいほらこうやって飛びますから。100ヤードヘッドフェースを変えないで100ヤードってやるからこんな高くなるんですか。それはあれですか、この前僕がやったラウンドのスイングを今そうです、そうです。80ヤードだったらここバーンってこう締めに行ったら100ヤードぐらいこうここに締めるだけでほら90ぐらい飛ぶじゃないですか。飛びますね。何でもかんでもアプローチにしよう。面を変えないって言ってこうもうここの角度を変えないような意識するまでどんどん手浮いちゃってパッティングみたいにこうやって打つと折れちゃ寄らないってあんまり聞きたくないですけどすごいトップしたじゃないですか、ね、グリーン前でもう大事にしすぎてじゃあそこって言ったらこうやってこういうトップしていったんですよ。かパッティングですもん。本当ですね。パターでこうやって構えてる人みたいになっちゃった。違う、そこに打つのにこのヘッドの動きだけでポンってこうやって行きますから。ヘッドを使えてないんですね。面を変えないでここの角度を変えないようにしたらこうやって開いててもこうやって死んだ球になる。ダメ、まずここのラインでギュッて締める、うん、この後扉を押す時にこうやってやってる人と一緒ですよ。ああそれ分かりやすいですね。確かにそうです。それじゃ重い扉を開けるって絶対ここですから。そうです。ここの手の位置までしか力入んないです。こうやってなっていくと一緒ですよ。手だけ出してダメだ。この動画返してここで止まらない。
しょ。じゃないとウェッジプレイヤーの道はまだまだですよ。まだまだです。本当だ。あとはあれだよ、あのパッティングもあの教えてやってる方がいい。速いグリーンの対応の仕方も教えてあげる。速かった速かったって言ってたから 11.5 に対応できず。対応できないですよね。バーディーパット寄せに行くっていう。ワンピンだよ。